呪術戦の頂点、領域展開。本誌165で突如登場したヒグルバヒロミの領域展開中腹詩集、みんなはもう読んだかな。いきなりの展開で驚いた生徒も多かったはずだ。術式の最終段階であり、呪術戦の極致とも呼ばれる領域展開、それをいとも簡単に行うヒグルマには私も驚いたよ。今回はそんな領域展開を説明するとともに、これまで数々のキャラクターが使用してきた領域展開について合わせて解説していこう。教科書は単行本全巻、そして本誌166話。まだそこまで勉強していない猿はネタバレを含むから早退することをお勧めするよ。それと出席の証にぜひチャンネル登録していってくれ。それでは授業展開。まずはわからない猿のためにおさらいだ。領域展開、それは数少ない限られた術師呪霊だけが使用できる呪術戦の頂点とも呼ばれる最終奥義。術師の中にある術式聖徳領域を結界という形で体外に作り出し、そこに他人を引きずり込み攻撃する術師の戦闘技術だ。ちなみに聖徳領域とは心の中を具現化した風景のようなもの。自身の心の中といった方がさらにはわかるかな。つまり領域展開とは術師自身の精神世界を次元実に具現化し、自分の都合のいい環境で戦えるフィールドを作る必殺技ってわけさ。領域展開の効果は主に2つ。1つ目、発動した術者のステータス上昇。領域の中はいわば術者のホームグラウンド。術者が最も行動しやすく、術式も効果も強力になるんだ。悟る曰くゲームで言う、バフみたいなもん。わかりやすい表現だね。二つ目、領域内で発動された術式を絶対に必中する。領域といえば、術者の術式の中。領域の中にいる時点で、術師から逃れようがないんだ。その他のメリットとしては、相手の領域や術式を中和できること。これは、相手の領域展開対策として有効だ。領域転延という形で応用することで、無加減呪術を使って完全防御している悟りに対しても攻撃を当てることだって可能。ただし当然デメリットはある。それは、呪力をめちゃくちゃ消費するってところ。連発して何度も使うことはできない。さらに、術師への負担も大きく、領域を解除、または、領域が消滅した後は、一定時間術式の使用が困難になってしまうんだよね。つまりは、諸刃の剣ってわけだ。まあ、必中必殺だから当然っちゃ当然かな。とはいえ、天元曰く、昔はもっとスタンダードな技術であったらしいよ。その理由は、必殺を省いて、必中に効果を絞っていたから。現代の術師は、必殺と必中、どちらともこだわるようになり、領域構築のハードルが上がってるみたいだね。まあ、そんなこんなで、絶大な力を誇る領域展開。作中では、まだ火車を含めたたった9人しか披露していないんだよね。ちょっとおさらいが長くなってしまったが、それでは、今まで作中に出てきた領域展開について、少し掘り下げていこう。中腹獅子、本誌165話にて、突如登場した火車の領域展開。現時点の分かっている範囲で説明するよ。その領域は、術式によって刑事裁判を簡易的に再現し、相手に対して、法廷で裁判を行うというもの。ジャッジマンによって判決が下され、有罪になった者にはペナルティが課されるという障害が生じる。実際にイタドリは有罪判定されて呪力を練れなくなった。この領域展開にはこれから解説するキャラクターたちのような直接的な攻撃力はないもの、必中という特性を生かし強制的に裁判を行い相手を弱体化させる能力がある。特に最新166話では処刑人の剣といい、死刑宣告を受けた相手の術式を発動し、その剣で人を切れば必ず死に至るというチート級の剣を付与されていたよ。今までのものとは少し変わった領域展開だね。そういえば火車の領域に善意直哉を入れてくれっていう面白いコメントが動画にあったよ。直哉の罪ってあまりにも多すぎるから、ジャッジマンの判決で呪力が練れない有罪判決どころじゃないよね。看護安永帝、呪術高専1年伏黒恵の領域展開。彼の術式でもある戸塚の影棒術を存分に使った領域展開だ。発動すると領域内には影の沼が広がり、不気味な雰囲気に影の沼から際限なく式神を呼び出すことが可能になる。影で自身の分身を作るなど、式神の召喚以外にも応用ができるみたいだよ。シグラが領域展開を習得したのは7巻58話。この領域展開で、八つ橋橋の特級呪霊にダメージを与え、最終的に払うことに成功。渋谷事変では、ダコンの領域展開を自身の領域を使って中和し、必中を無効化させるということも成し遂げているよ。完全に領域を打ち消すことはできないまでも、領域展開のメリットを生かしたこの戦法は、なかなかのファインプレーだったよ。ただ、これまで多くの活躍を見せてはいるが、それでも、伏黒の領域展開は実はまだ未完成なんだ。習得した場面をよく見ると、結界としては成り立っていないし、必中の効果も他の領域展開に比べて薄い。サトルの教え子だし、今後に期待したいと思うよ。もしかしたら、死滅回遊ではより洗練された、看護安永帝が見られるかもしれないね。地平円遁か！彼の領域展開は、手のひらで触れずに、無意天変を必中可能にするというもの。ちなみに、マキトの術式である無意天変。これは、手のひらで触れた相手の魂を自由自在に操り、肉体の形までも変えてしまう。
それを領域展開では手のひらを使わずにできるなんて、教科書を見てもわかるように、逃げ場がないよね。逃げ場がない。まさに、手のひらの上ということが表現されているのか。4巻29話。そう。ナナミが領域内に閉じ込められてるシーンだよ。この領域展開によって、一度は、覚悟を決めるナナミだが、イタドリによって助けられるんだ。それにしても、まさか、イタドリが領域内に入ってくるとは思わなかったな。なんせ自分から入るなんて、デメリットしかないからね。自爆するようなもんだし、けれど、彼の中にいるスクナが、それを可能にした。外観鉄地戦。とにかく熱そうなこのデザイン。これがジョーゴの領域展開だよ。この領域は、術式以前に、領域内に入るだけでその身が焼かれてしまうこと。まさに、灼熱地獄、悟りの無加減や、自分の身を守ることに特化した簡易領域がなかったら、勝負は一発で決まってしまいそうだね。登場シーンは2巻15話、悟りの無料空所によって、この領域展開を解かれたわけだけど、渋谷事変で、もし発動していたらと思うと、なかなかゾッとするよ。タウン平線。無数の海洋生物型の式神を使い、目にも止まらない速さで相手を攻撃する術式。シルル遊軍。これを必中にさせ、永続的な攻撃で相手を圧倒するのがダコンの領域展開だ。この領域に閉じ込められた全員巻き、全員ナオビト、ナナミケントはこの技によって負傷。そして、ナオビトに関しては片腕をなくすという事態に陥る。最終的には暴走した伏黒当時によって払われ、タウン平成も解かれるわけだけど、等級が高い術師が得られるなんて、被害は尋常じゃない。さすが、特級呪霊の領域展開だ。それにしてもこのダゴンの領域、まさに、南国リゾートに来た気分だ。これから戦うとは思えない。みんなの修学旅行先はここにしようかと思うんだけど、どうだろう。大航海。サトルの妨害により、作中で発動することができなかった花見の領域展開。実は、ファンブックで名前が明かされている。その名は、大航海。これを知っていた生徒はよく勉強しているね。特別に褒めてあげよう。さて、ここからは考察の時間だ。もし、この花見の領域が展開されていたらどうなっていたと思う？まず、大航海。この漢字の意味について少し掘り下げてみよう。まず大の意味から。意味は、顎を動かして物を食べること。次に航海。意味は大きな湖や池。この意味から何かピンとくる生徒はいるかな？そう。花見の術式に、相手の呪力を吸って成長する呪いの種子というものがあったよね。それにちょっと似ているんじゃないかと思うんだ。つまり、対象者に呪いの種子のように噛みつき、相手を噛み砕いてしまうのではないかと思っている。食べるという意味があることから、もしかしたら呪力のあるものを食べて、より大きくなるものかもしれないね。ちなみに航海というのは領域内の空間のことを指しているんじゃないかな。花見の場合は池より花畑とかかな。これはダゴンの領域とちょっと似ているかもしれないね。さて、大航海について、いやいや、これだと思うという生徒はぜひコメントしていってくれ。放送ババアの領域展開。12巻101話で、私の偽物が出した放送神。いかにも、力のある悪霊の神様のような言い方だけど、実は、放送ババアというただの妖怪らしい。メイさんを騙して動揺させるために、賢者が見栄を張って、放送神だと紹介したんだ。ま、あのクソメロンパンがやることだからね。なんともみみっちいよ。みんな放送ババアの領域展開を覚えているかい？忘れてしまった猿もいるだろうからおさらいしておこう。放送ババアの領域展開は、棺桶に拘束、墓石で埋葬、スリーカウント開始、のここまでが必中効果。そして、3カウント以内に脱出することができなければ、特定の病にかかり死亡するという術。領域内には墓地がたくさんあるし、それっぽいデザインだよね。最終的には、悠々が失中効果のおとりになり、メイシさんが放送ババアを倒したが、なかなか苦戦をしていたみたいだ。必中すれば3カウントで勝負が決まるんだから、とんでもないチート技さ。福間水氏。2種類の切りつける攻撃である、ハチとカイ。これら、絶え間なく浴びさせられるのが少なの領域展開だ。ちなみにハチは、相手の呪力などに応じて、刃を調整し、切りつける技。カイは、秘術者などの呪力のないものに対して、使用する通常仕様の技だ。14巻118話では、マコラの重複をなかったことにするために、領域展開を発動し、秘術者含め、数多くの被害を出したよね。犬巻トゲも腕を切り落とされたらしいね。領域内は、祠のような作りの建物。そして、動物などの亡骸が地面に広がっているデザイン。厳格さを感じるとともに、まさに呪いの王って感じだね。無料空所。大丈夫。僕最強だから。で、おなじみ、五条悟の領域展開。対象に、無限の情報を流しませることで、緩やかに死へと向かわせることができる領域展開だ。無限に続くということから、宇宙のような空間に変わるのがまたいいよね。処理しきれない情報が頭に流れ込んでくるから、呪霊は身動き一つ取れないし、もし、秘術師が領域に入ってしまったら、数秒で廃人になってしまう。確かに。2巻15話で初めて、ジョーゴが悟りの無料空所を体験した時は、全く身動き取れていなかったよね。最終的に首だけになったのには笑ったな。さらに悟りのすごいところは、渋谷事変で披露した 0.2 秒の領域展開。秘術者と呪霊、改造人間に挟まれた危機的状況。領域展開を使えば一発なのだが、秘術者が多数いる中で発動してしまえば、数多くの犠牲を出してしまう。どうしようもない状況だ。これを強引に解決したのが 0.2 秒の領域展開。
非術者は廃人にはならないレベルでその場で気絶。その間に改造人間だけに標的を絞り、船体を299秒で倒すことに成功する。さすが、最強と言われるだけあるな。立派になったね、サトル。いや、どれも相手にしたくない恐ろしい領域ばかりだ。ん？何？私の領域展開は存在したのか気になる。ふふ。どうだろうね、私は。呪霊を操る術式だから、無制限に呪霊を出し入れできる領域なんかがあるかもしれないね。さて、みんなはどの領域展開が最強だと思ったかな？好みの術式を教えてほしい。また、今後領域展開しそうなキャラがいたら、ぜひコメント欄で教えてくれ。さあ、あとはみんながやりたがらない恒例の宿題だ。次に領域展開を習得するキャラクター、呪霊は誰だと思う？私は、最近話題のあいつだと思うな。今日はここまで。授業、収束。